今年プロ9年目を迎えたホークスの守護神森唯斗投手。マウンドでは気迫あふれる姿を見せてくれますが、球場を一歩出れば、わーお、ホークス一のスイーツ男子に大変身です。そこで今回ただいまとのスペシャルコラボ企画として、森投手とこんなプロジェクトがスタートしました。森投手、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はお願いします。そこにフリップがあると思いますが、はい、そのフリップをめくっていただいて、そしてそこに書いてあることを読んでほしいと思います。ご自身で口に出していいですか。どうぞ。はい、新プロジェクト森投手パフェプロデュース企画。イエーイ。あ、いいっすね。そうです、今回スタートしたのがスイーツ大好き森投手とただいまがコラボしパフェをプロデュースする企画。ドームでの販売を目指します。どうですか、テンションは上がりましたか。いや、楽しみですね、どんなになるのかが。これまで何か商品のプロデュースってやったことありますか。いや、何もないです。これがパフェが初めてですね。初めてですか。はい。大好きなパフェを一から作れるということで、ワクワクの森投手。昔からですか、パフェ好きなのは。あ、好きですね、昔から。甘いのがやっぱ好きなんで。子供の頃からイチゴ好き。社会人になってからパフェと出会ったという森投手。パフェがやっぱり一番好き。パフェはやっぱり好きですね。早速フルーツを並べて何パフェを目指すのか方向性を探っていきます。まずは、はい、一番リンゴからいきましょうか。しっかり手を消毒していざ実食です。じゃあリンゴですね。はい、はい。うん、あ、甘い。リンゴもありですかね。いや、パフェにはリンゴはいらないです。いらない、こだわり。いらない。僕の考えてるパフェとはちょっと合わないかなと。続いてバナナいきましょう。はい、バナナ。うん、まあまあまあ、美味しいですか。うん。おお、バナナはどうですか。バナナ保留で。保留？保留は何？保留は何ですか？まあ使うかもしれないし、使わないかもしれないし。その後もメロン、パイナップルと次々保留になる中、じゃあ次行きましょうか。イチゴです。はい。食べなくてわかるやん。合格。早っ。決まってたでしょ、いちご。合格、合格。合格。はい。やっぱりいちごですか。いちごは絶対使いましょう。合格です。合格第1号はやっぱりいちごでした。そして最後のぶどうは？合格。合格？おお。ということで現段階ではイチゴとブドウに決定。とりあえず森投手がイメージするパフェを描いてもらいます。難しいな、絵を描くのは。果たしてどんなパフェなのか。あ、できました。ではカメラに見せてください。せーの、はい。森投手渾身のイラストがこちら。いちごとぶどうでクリームやアイスをサンドするイメージです。そこにいちごを入れて、その上に、まあ、クリームとかアイスとかを入れて、その上は、
まあ、いちごとぶどうで飾りたいなと。いや、やっぱり最初にまあちょこっとやっぱり栗原のケバブとか食べると思うので、まあその後ですね、試合が盛り上がってくる頃にアイスを食べながら盛り上がってもらいたいなと思ってます。まあ、絶対成功させたいと思ってます。で、皆さんよろしくお願いします。プロジェクトいよいよ始動。